にちは、ウキウキレンレンです。今日は小松菜と卵を使って美味しい中華炒めを作りたいと思います。ニンニクはこの部分はまず切り落とします。辛さを取ります。溶きほぐします。フライパンを温めます。ごま油をひきます。なじませます。ニンニクのみじん切りを入れます。小松菜を入れます。全体に油がなじんだら塩コショウを軽くします。料理酒を大さじ1杯加えます。トマトを加えます。全体に炒め合わせます。トリガーソースの素は全体にかけます。